はい、こんにちは、ペツでございます。ここ大将軍で戦う三国志3シナリオ485回目ね、やっていきましょう。3人で、格差も100になったね。総順さんとかまだ出てきてないのか、総合さんとかね。ああ、こっちはね、退却メンバーゾハさん取れるんじゃないかな。格昇さんは本当にうんって言わんからね。ないけどね。30回やっても全然ね、あれやもんね。ゾハさん何本持ってる？ 1200 持ってたか。どうしよう。
な。あ、クッパ安い。100で2500やもんね。神秘さんは、うん、違う、4番、はい。で、道英さんと2人を信用に、うん、で、馬中さん、
ここは1万の星でいきます。はい、5万の星38万8853。はい、いやけどなぁ、おりゃ、8000、14000、8000、もうちょいいけるか、9000、10000。よし、5000、もうちょっと持つかな。はい、4000、まだもうちょっといける。よしよし、はい、取れる人は取りたい。これは来ないね。うん、これも来ない。ああ、チントーさんも亡くなった。ウキンさん。あいたた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 た。そしたらね。か
まりが頭がいないから、とりあえず、うん、バチョさんも文官やな、これは。バチョさん、お経さん文官にしようか。お経さん35で低いけどね。琉球さん、ごはんさんも文官にしちゃおうか。後輩さんも文官でええぐらいやね。後輩さん、長男さんもね。で、士官さんか。だいぶ減った減った。カオンさん4000しかおらんし、テープさんこれ、リクシタリンから多分将軍は無理やな。とりあえずThank you.
がさっき来たか。じゃあ、宝徳さん、徐行さん、文平さん、長江さんやな、4人。右側のメンバーね。あ、そっか、戦場通ってないのか。あ、じゃあダメだ。確証さんは取れんの分かってるから、行きたいね。どうせここまで来たんだったらね。まあわざわざね、追い詰めるためにぐるっと回らせたんだから。ああ、ダメやな。
カットして3人で割るかやな。これを誰にやらせる？ライドさんか。1000トンで9。あれ誰やったっけ、亡くなったの。
下がってないよね。ああ、大丈夫だよね。ああ、時間えらい超えてるわ。では、ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは、さよなら。